に午前サービスエリアは石川県かがしびみ町にある北陸自動車道のサービスエリアである近鉄運営なのはもともと金沢とホテルが運営していたからである SA 内に設置されている高速バス停留所北陸鉄道もしくは西日本 JR バスが運行する名古屋京都大阪への高速バスに乗車できるあま前サービスエリアでは2005年6月1日から 同年8月31日までの3ヶ月間、スマート IC の社会実験として ETC 専用出入口が上下線に開設されていた。上下線ともに、軽自動車、普通車、中型車、大型車、特大車の流出入が可能となっており、運用時間は6時20時であった。なお、同 s a からは、石川県道148号、腰尾牛四線に接続していた。 二御前三崎二御前の名称は SA に隣接する二御前三崎から。二御前は源の義経の女,女として、義経一行の欧州行きに同行していたが、難所として知られていた畑関越えに際して、女の私がいては足でまといになる富を暗示てこの三崎から身を投げたという伝説が残っている。新潟方面 SA には岬への歩行者用の出入り口があり、 徒歩ですぐに行くことができる。ありがとうございます。